立場川は、長野県諏訪郡を流れる藤川水系の河川である。八ヶ岳山海の一つ立場だけの麓より発し、原村及び富士見町を流れ、富士見町南部で釜無川に合流する、全長約 18km、流域面積6.4平方キロメートルの河川である。多くの流域で深い谷を形成しており、特に上流部は、立場川渓谷と呼ばれている。 かなりの荒れ川であり、1960年に護岸工事が完成するまで幾度となく水害を引き起こした。地図上からでも無数の砂防ダムが建設されている様子を疑い知ることができる。中央自動車道と JR 中央本線は立場川の深い谷を越えるために数十メートルにも及ぶ長い橋脚を持った大きな橋梁が架けられている。 特に中央本線立場川橋梁、旧立場川橋梁は、その雄大さから鉄道写真家の撮影スポットにも、なっている。立場川にまつわる話の一つに、かつてこの川が、海の国と品の国の国境だったという説がある。現在の長野県と山梨県の県境は、釜梨川及び、高六川になっている。 しかし、鎌梨川が、立場川に合流してから、高六川と合流するまで、県境に不自然に削られたような屈曲が見られる。考古学的には、末木県が、富士見町域から海方川原家の出土例があることから、古代の後進国境を立場川としている。伝承では、天文9年に、武田信玄の妹である、ネネゴ両人が、 諏訪よりしげに突ぐ際に、化粧量として18河村を持参し、それによって、後新の国境が高六川に変更されたと言われている。資料では、戦国時代の後新国境は、境川と呼ばれる川であったと推定されるが、境川と呼ばれる河川は現存していない。境川が現在の南川であるのかということについて、今までいくつかの説が提示されている。この中で、 最も地形的に説得力があるのが立場川説である。釜無川の合流地点から立場川を遡って八ヶ岳まで行くとちょうど自然な線となる。また、幾度となく水害を引き起こしたほどの荒れ川であり、人の通行を拒むような深い谷が長く続いているということも比較的東高線が緩やかな八ヶ岳南麓の高原を区切る。 境界線として用いるには好都合であったと思われる。伝承では、婚姻に基づく、言うなれば恩和な経緯で国境が変更されたことになっている。しかし実際には、伝承10年の公衆征抜による武田氏滅亡と、本能寺の変後の伝承人後の乱の中で、諏訪を実力で回復した諏訪市の諏訪頼忠によって、立場側から降録川までの境筋が諏訪軍に取り込まれる形で、 国境変更が行われ、天下統一を成し遂げた、豊臣秀吉の諏訪市への所領安度によってそのまま、高六川が国境線として確定したのではないかと見られている。ありがとうございます。